メダ家族ドレス、いつもご視聴誠にありがとうございます。ちーさん紹介のメダカおるんぜ、メダカがいるぜと、メダカがいるんだと、この辺の方言でメダカがいますが、メダカおるんぜ、かっこいい。この真新しい看板、北海道で見たことある。サラブレッドの牧場、こんな感じなんですよ。なんとかスタッドとかね、書いてありそうな、そんなおしゃれな看板です。最近だぞ。ここの奥にあるようなので行ってみます。いや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 、標高2000メートルぐらいありそうな、ここに来るまでにメダカという看板文字を10回ぐらい見たかな。やっとピーです、到着。じゃあ行ってみましょう。メダカオルンゼさん、あ、またメダカっていう文字がすごいですね、すごい。あ、絶対ここだろう、ね、え、ここ降りていくの。あ、ここじゃない、ここは通ったらいけないというふうになってます。こっちですね。またメダカっていう看板がどんだけでしょうね看板どんだけですかこれ。ここから入るのが、いや違うの、違うの、ここで、こっちだ、行きます。これはね、はい、入り口のところはなぜこれしとるかというとね、トンボ。ああ、トンボね。これね、メダカ、はい、トンボが一番いかんのよ。はい、ヤゴ見込むからね。わかります、うん。ここの楊貴妃はもともとどこが発祥ですか？熊楊貴妃、これは違う、熊高原町 の、 あの福井さん の、 あのメダカ最初、最初スタートはね。でもただ、あの本人さんには悪いんだけど、赤さがなかったんよ、本家本元は、はい、ちょっと黄色っぽいんよね、はい、だからうちは改良して赤を清めてるの。おすすめどれですか？全部、全部、うん、これ5月1日から発売開始しとるやつ、シャイン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 ってこれ、ダメが入ってるでしょ。もうこれは完全にここで、そう、オリジナルで、そうですよ、もうオリジナル結構うちあるよ。これは新緑風、これは、はい、よく見てほしいわ、緑色が入っとる、はいはい、メダカには緑の遺伝子ってないのよ、うん、でもシルバーとこれ緑なんよね、はい、だからすごく高価なメダカ、高価、値段が高い。ネットオークション出したらこれ値段つかん、青天井。あ、本当に、うん、青天井僕が青天井なんだって買うのよそういうのがいいんですよ。なんで？そういうのが面白いんです。これね、家に行ったらこれの親がおるからすごく綺麗、はいはい、社員の、いやいやいや、新緑風、うん、新緑風、新緑は今のでいいんだけど、なんか元学校の先生って聞いたんですけど、そうそうそう、もうメダカやごときがだいぶおっていかんのよ、うんうん、メダカやではないんよな、うん、メダカやごときっていうの分かりますテストに出ますいや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 、なん、ちなみに何の
評価は。関係ないでしょ、それも。いや、面白いです。そういうのが面白い。もうメダカだけ撮ってもね。うん、ああ、ほんと。うん、面白くないですよ。メダカはね、マスク。そこの店主の。マスクない方がええから。もうなくてもいいです。うん、あのね。で、何が聞きたいの学校の先生だったんですよ。はい、そうです。学校の先生。中学？中学校も行きました。小学校も行きました。はい、管理職もやりました。はい。あ、じゃあ校長先生とか？いや、教頭までです。そう。はい。で、何が聞きたいの？いやいやいや、そんなぐいぐい。いや、結構面白いキャラだって聞いたんで。面白くはないけど、ね、うん、普通ですよ。普通いや、癖が強いって聞いたんだよ。あ、ほんと誰が言うんや、そんなこと。いや、大体、メダカ飼ってる人はね、もう癖が強い。癖はなんか強くないと思うんだけど。強くない。言われたことないですか、うん、ないです。これがブラックキング。ヒレナガなんよ。松井ヒレナガなんですよ、ね。はいはい、これヒレが伸びるんですよ、うん。すごく伸びる。まだこれ少し小さいんですけどね。うんうん、1年経ったらね、すごく大きくなります。万世型だ。うん、それきりじゃない、うちはね、うん、餌が違うの。あ、そうなの。うん、うちが開発してるの。薬草とかじゃないですか。違う違う違う山が、あのね、始めるときに、はい、お客さんの方からね、うん、稚魚の育つのは分かるんだけど、とにかく増えないと、稚魚が増えないと、うんうん、でその原因は一体何かということでいろいろ追求していったらね、共、うん、食いが一つ理由がある。はいはい、それともう一つ栄養失調でメダカが大きくならない、うん、そういう理由があるわけね、うん、そこで皆さんがやられるのはゾウリムシとか、うん、ミジンコとか、うん、シュリンプとかそういうので大きくしていってやろうとしてるわけです、はいはい、でもそれには大きな欠点があって、はいはい、一つは噛み癖というのがつくの。噛み癖というのは生き餌ですから、動いたものを狙っていくと、そう、生きたものを狙って食べるというメダカに、うん、修正がね、どん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 それに偏っていって、大きくなった時には、うん、仲間同士のね、食べ合いっていうのがかなり進むの。はいはい、だから稚魚は増えないのよ。親も大きくなっても、少し体調が弱いな、弱くなってきたな、と言ったらまた噛みついて噛み殺す、うんうん。特にお腹のところへんを噛み殺す、うん。で、殺すというのがね、往々にしてあるんですよ、うん。それを解決していくためにはどうしたらいいか。結局は餌なんよ。はいはい。でけん、その餌を、はい、うちは全国の餌という餌を全部仕入れて、調べ上げた、はい。顕微鏡で。全部調べた。はい。はあ、毎日。ほん、すごいですね。はい。理科の科学とかの。いや、違います。違います。で、はい、調べ上げて一覧表にして、めっちゃ面白い。うん、データ取ったんだけども、はい、そして調べたらね、はい、餌の中に良くない成分というか、はあ、そういうの結構入ってるのよ。これはダメだなという餌が、はい、業者の名前は言わないけど、はい、結構あるの。そしてそれはなんでそんなふうに入れるかというと、うん、量を増やすため、要するに 300g とか 500g にするために、うん、少しでも量を傘をね、増やすために入れるわけよ。うん、だから、そんなものがいっぱい入って、金儲けしてるわけ。小麦粉じゃなくて。小麦粉でも入る、小麦粉もあるけども、はい、小麦粉以外のものも入ってる。はいはいはい。例えば一つの例としては、はい、何言うんかな、野鳥の餌、言ってわかるかな、小鳥のね、はい、餌。はい。ああいうようなものも。冷えとか。そういうのじゃ冷えではなくて、粉に粉末になっとるんだけど、あるのよ、はいはい。そういうのをね、安いので、そういうのを混ぜていたり、まあ、いろいろあるわけ。それはほんの一部だけど、全部が全部ではないのよ。いっぱいあるの、いろんな種類が。だからね、私はこれではまずいな、ということで、自分とこの餌を2年間かけて、作ったの、はい。ね、作ったの。寝ずに。いや、寝ましたけどね。寝たんですか？寝ましたよ。で、作り上げた。で、一番最終的に困ったのは乾燥。はい、はい、はいはいはい。粉にしたの。乾燥するの大変な。はいはいはい、カビいかないように上手にするために、いろいろやった、はいはい。電子レンジでやってみたり、はい、ガスオーブンでやってみたり、うん、それこそフライパンで熱したんでやってみたり、いろいろやった。冷やしたり。は、いやいや、冷やさんけど。フリーズドライバー。で、ダメです。ダメです、それは。やったけど、はい、結
局はこういう天日、わかりますか、はいはい、天然の日光で乾燥させるのが一番いいの。それって成分的に日光に当ててビタミン D が増えるとかなんかあります、はい、そんなありません。ない、はい、なりません。全く関係ない。そういう効果はなかった。ただ匂いがね、うん、飛ばない。ああなるほど、ね、うん、でメダカって匂いないように思うかもしれないけど、はい、あるんだよねメダカも、うんうんうん、それで実際に食べさせてできたのを2年間、うん、実際に食べさせて、はい、成長、はい、色上げ。自分は食べたりはしません。しなかった。はい。猫は食べますけどね。それで。太りました、猫が。いやいやいや、いやいや、デブになりました。なんでそうなるんですか。あ、いい。なるわけないですよ。いいな、今。それでね、はい、実際に、食べさせたんだけども、はいはい、たらうちの餌はすんごくでかくなる、メダカが。1年間食べたら、おそらくよそのメダカの。あれと違います、うん、山のアリとかが大きいじゃないですか、虫が。山だからとかじゃない。いや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 、違う。そうかもしれん。わからんけど。気圧の関係とかじゃない。いやいやいや、そうかもしれない。で、それ言われたらちょっと。それで実際にね、はい、それを食べさせてみて、大きくなるんだけども、色上がりも非常に綺麗。はいはいはい、ところがね、これ手作りなので、うん、数ができない。35グラムを300円で売るようなうち。はいはい。ところが、一袋2円50銭赤字なんよ。うん、うちはお金儲けできない。いいじゃないですか。メダカ愛好家の皆さんに、広めようと、はい、いや、メダカをよ、餌じゃなくて、はい、メダカを広めようという目的のもとにやってるわけ。退職金がそこに。いや、もう、だから、もう全部行きますよ。なんか、嘘です。あ、いいね。嘘です。それは嘘ですけど、はい、でも実際に喜んでもらえる。でも、うちはね、メダカの餌で儲けようという気はないの。はい、メダカの餌の粉屋になっちゃうから。はい、メダカ屋じゃなくて粉屋になっちゃうからね。だから、うちはやらない。だから、メダカのその餌のパッケージに、はい、名前も載せなければ、はい、広告も一切しない、うんうん、でもこれ今 YouTube に出ちゃうと、はい、売れちゃいますけど赤字になりますよ。どんどんそうです、赤字になるんです。だから業者やめましょうか。もう業者が構わんよ。業者が買いに来ても業者が買いに来ても、うん、うちは売りません。へえ。1人10個以上は売りませんから。へえ。なんぼネットがあっても、はい、10個以上は送りませんから。なるほど、うん、だからそれはね、もう仕方ないんですよ。量がないから。それは仕方ないね。仕方ないでしょ。それは仕方ない。もう奉仕ですから。うん、高くすればいいじゃないですか。いや、金額それはね、私の良心に合わない。合わないやっぱりね。だって駐車場にタケノコ生えとったから、それをちょっと売って。いやあれはダメですよ、開発費に。いや実際にそうなんですよ。うん、だからもうメダカで勝負、餌で勝負じゃないね、うんうん。だからそのためにはやっぱりいい餌を食べさせて、うん、本当にとにかくうちはメダカの三拍子、黒い汚いちっちゃいのね、田舎の、うん、差別的な気持ちがある、あれをぶった切ったわけよ。うん、メダカってこんなにでかいんだよ、うん、メダカってこんなに綺麗なんだよ、どうなんだよというのをね、はい、皆さんにアピールしたいわけ。そのためにやるわけ。十分アピールになってます今、はい、それだけで。やっぱさすが、はい、話が上手。そうですか。めちゃめちゃ返しもいいし。親のとこ行きましょう。親のとこ。 YouTube 見ないんですよね全然。いや見ますよ。これな、今何を。いや、これね、今神社ですか。ちゃこれはね、ここでメダカ救いをするんですよ。ああ、なるほどね。うちはね、はい、改良メダカを、はい、選別するんですよ、はい、選別したのをここへ置くんです、はい、はいはい。向こうにガラス水槽があると思うんで、はいはい、ね、あれを置いてここでね、はい、お客さん来てもらって、はいはい、高いメダカ用買わん方は、はいはい、ここでメダカ救いして帰ってもらう。で、餌もセットになると。いや、なります。それはならない。なります。なるわけない。はい。後継者はいるんですか。いません。一台で終わりですか。はい。どっから行ってみましょうか。もったいないですね。行きましょうか。もったいないですね。これね、ユリシスね、はいはい、今注目されてるのだったね、はい、見えますか。クラッティング見えるでしょうか。4匹ぐらい。
見えるな。よいしょ。これが赤タツ。はい、タツと今ね。赤タツ。これ、見て。これオリジナルで、また。これはね、これ違う。違います。はい。綺麗でしょ。綺麗です。これが凍って、見てやって、はい、でかいでしょ。でかいね。太い。なんか太さが。そのメダカの倍はありますよ。うん、確かに太いな。これベニアザミ。これ見て、はいはい、これ親。どうですか、このデカさ。大きいですね。大きいですよ。え、これ今生まれてどれくらいですか。1年。でかいですね。でかい。2年みたいな。ですよ。うん。うん、だからうちの餌の威力です。うん。はい。いいですね。あんまり取らないで。いやいや、この取らないと。これが茶巾。綺麗でしょ。うん、ここは全部親。親です。これは全部繁殖ですからね。卵の産み方もやっぱ違いますよ。だいぶ。全然違う。100枚容器の親、うん、これが親。でかい。1年。はい。でかいですね。ゴージ三色、うちオリジナルのやつね。これ三色なんだけど、これね、ゴージという地域なんですよ、ここら辺は。はいはいはい。で、漢字で書いたら皆さんよう読まないので、これをね、アルファベットにしてるわけ。ゴージというね。綺麗でしょ？はい。雪が多いですか、この辺も。いや、そんなことないです。そんなことない。それは山陰に比べたら、まあ、チャチチャチ。これもろちゃちゃちって。いや、ほんとよ。山陰なんかな、うん、何メートルでしょ。だって道路のとこにゲートがある。山の中は確かに2メートルは超える、うん。前にも言ったけど、私、ちょこちょこ行くんよ。うん、ね。岩見空港のところらへんよ、行くんよ。うん、年に1回ぐらい行くからね。諏訪野とか。そうそうそう。多いですね、確かに。多いんですよ、そこらへん。これもでかいですよ。これライト。でかいですね。でかいですね、えらい。でかいでしょ？えらいでかいな。なんか見てください、これ。こんにちは。いらっしゃいませ。お茶でいかがですか？でかくない？でかいでしょ？はい。これがうちの餌の威力。うん、すごいでかいな。太い。太いし、で、長いし、でかいでしょ。幅がもうぐってありますよね。英語でボリュームたっぷりビッグじゃないですか。いやいやいや。三色目これも綺麗なんですよ。いいな、返しがやっぱ早いわ。これ綺麗でしょ。頭回転が早い。どうですこれ、うん、でね、あの、あ、先ほどね、これね、これメビナしてるでしょ。いいですね、いい色してる、うん、でかいですね。でかいでしょ。でかいわ。だからいつも言ってるじゃないですか、もう餌の力って。さっき聞いたんですよ、僕。いつもみんなには言ってるの。あのね、おそらくうちの餌食べたら、あの、ネットのお客さんも必ず言ってるほどうちの餌買うのよ、うん。はいはい。なぜかというとね、やっぱりそこを狙ってるの。うん。もう綺麗に色上がりすることと、うん、とにかくでかくなる。よくね、メダカってでかくなったらボケるんよね、三色なんかだったらね。はいはい、あれがない。うん、それは研究の賜物ですよ。うん、だから負けませんよ、うちは。そういう意味では、うん、はい、これは大きな武器だ。はい、武器です、はい。で、山の方のこの田舎の中にあって自然のメダカですから、うん、だからあっさり負けて死んでいくやつは死ね死ね、うちは喜んでるわけ、うん。寒さに負けて死んでいくやつは、あ、死んでくれたね、喜んでるわけ。なぜか全国日本中寒いところあれば暖かいところ、そこ怒らねえか、そこのところで生きて頑張ってくれんてか、そのためには甘やかしとったらダメなのよ。スパルタで、はい、だから小遣いオットスクール、そう。